圧縮解放ブレーキはディーゼルエンジンのシリンダーの圧縮工程を利用したエンジンブレーキの一種である。強化エンジンブレーキ、エンジンコンプレッションブレーキ、エンジンリターダーと呼ばれている。イスズ自動車はエンジンリターダー。ヒノ自動車はヒノエンジンリターダー、エンジンリターダー。日産ディーゼルはエキストラエンジンブレーキ。UD トラックスは UD エキストラエンジンブレーキ。 三菱不装トラックバスはパワータード、ジェイクブレーキ。ボルボはベブと呼ばれている。ちなみにジェイクブレーキとは圧縮解放ブレーキの開発者の名前である。鉄道の機動車では機関ブレーキと称されている。圧縮解放ブレーキの動作概念、圧縮解放ブレーキはディーゼルエンジンにおける圧縮工程でピストンが上視点付近に達した段階で、 燃料を噴射せず排気バルブを開いて、シリンダー内の空気の圧縮を解放する機構である。圧縮工程では、エンジンの運動エネルギーは、シリンダー内の空気の圧力エネルギーと圧縮熱に変換され、シリンダーの機密を保ったまま上視点を過ぎると、再び運動エネルギーへと変換される。圧縮工程で熱に変換されたエネルギーのいくらかは、シリンダー外部へと逃げて、 エネルギー損失となるが、より多くのエネルギー損失を発生させるため、圧力エネルギーを放出するのがこの機構の基本原理である。さらに上視点通過後に排気バルブを閉じると、ピストンの加工に伴って、シリンダー内の圧力が下がり、クランクシャフトの回転に対して抵抗となる操作は、ステアリングコラムに取り付けられた排気ブレーキの 操作レバーで排気ブレーキと連動するように設定されている車種が多い。例として、日野セレガの初代中期型では1段目で排気ブレーキ4、気筒分が動作、2段目で排気ブレーキ8気筒分と圧縮解放ブレーキが動作する。圧縮解放ブレーキ動作時は大きな排気音を発するため、アメリカ合衆国では住宅地での近くで、ノー。 ジェイクブレーキという標識を見ることがある。ありがとうございます。